市場のスイッチオン、コーナンと一緒でしょ。よく言われてる。じゃあ人のせいにしてからに。スイッチオンの匠スイッチオン。はい。今日はですね、はい、京都の下京区に来ております、はい、で今回はね、はい、あのね、すだれを作ってはるとこなんですよ。すだれって量産じゃないんですね。いやだから量産もできるでしょ。だってコーナーとかに売ってるやつでしょ、すだれって。いや、それと一緒にしてもらったら困るでな。誰ですか、あなたは。なんとなくあの京都やし、ちょっとこう雰囲気出してみてんけど、全然違った。急に来るから返せないよ。そらお互い様だよ。だからもう手作りでね、スタイルを作ってはるということで。やっぱちゃうんすかね。いや、全然違うと思うよ、そのあたりの違いを。どう思う？うん、それはもう、それは違うでしょう。どう違うんですか。まず、一手のお楽しみ。こちらでございまして、感謝とってもう何言うてるか分かれへん。いやいや、じゃあもうこちらでございまして。ここ俺も大したこと言うてへんがな。そうね、雰囲気のとこ。ほんまや。ちょっと待って、はいはい、今日先オープニング撮ったとこじゃん。そこを荒すなと。こんなにカロリー消失の、いや、隣で撮ってて。そんなんせんでええねん、見せて。省エネやな、このチャンネル。こらほんまに、手抜き出したわ。はい、ということで。編集店を作るな、編集店。久保田美蓮堂さんでございます、はい。今回の匠でございます。久保田美蓮堂の久保田真嗣さんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。もうあの看板とかも雰囲気ありますね。そうですね。ほんでだ、このすだれがね、いっぱいある行さん、市場あのスイッチオン、コーナンと一緒でしょ。よく言われてる。じゃあ今人のせいにしてからに。もうほんまね、悪いんですよこの男が。なんかね、なかなかよく言われるんですけどね。まあちょっとやっぱりこうサイズ感やったり、全然違うでしょ。やっぱ手作りでやったんでしょ。まあもちろん手作りでしますんで。完成品とか今あります。完成品はね、こういう風なものができるんだよって。ここにね、並んでるのがサンプルとしての完成品なんですけど。はあ、ね、これも長さもあの皆さんのお好みで、あの必要な長さに応じてお作りするという。何種類ぐらいあるんですか。いや、結構ね、これね、あの細かく言うと材料自体もこう並んでますように、ちょっとずつ色目が違ったり、はい、色違いますもんね。その他これ材料自然なもんなんで、太さって違うので、例えば細い目のすだれと太い目のすだれ、うん、同じ材料でも分けて作るので、なので細い方が光がよく入ってきて、太い方が火をよく遮るので、お客さんの用途によって変えてきます。はい、素材的に何ですの。これに関しては、はい、あの中国から来る天津ヨシという材料ですね。形がストロー状になってます。これ見ていただいたら、これですね、はい、ストロー状、ストロー状になってますね。あ、ほんまだ。で、天津ヨシ、はい、例えばこういうのはガマという材料ですね。また違いますね。また材料が重たそう。また見た目も太さがまずありますね。すごい。あの昔は国産でも生えてたんですけど、今ほとんど要は川とか湖岸とかに生えてたりもしてたんですけど、うん、それがもう今生えてなかったり、刈り取らはる人がいなかったりとかしはるので、ほとんどが中国から来てる材料ですね。でもしくはもう本当に国産の、うちらは京都なので、はい、あの一番近いのが琵琶湖なので、あ、はい、琵琶湖のヨシというのも国産であれば使ってます。まあ、この琵琶湖の、ね、できたやつっていうのはどうですか。できたやつ、ね、せっかくやから、この完成形だけもしもあればね。これはね、今は最後裁断はしてへんのですけど、はい、へえ、こんな感じになるよと、はい、で特徴としては、はい、このぐらいのまあ1メートル未満の幅であれば、はい、この辺にちょっとなんとなく模様が、赤い模様があるのが分かりますか。はい、琵琶湖のヨシの特徴は、だいたいこうある長さにするとだいたい2筋ぐらい赤いラインが中心に来るというのが特徴なんです。琵琶湖やからなんか馴染みもあるしね。そうですね、こちらからしたらすごく、近いので、ね、すごくいい場所なので。こんな獲物もあるのは、はい、なんで馴染みあるの。昔はあの琵琶湖放送で仕事しました。勝ったな。超個人的やないですか。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。